2018年6月10日21時、転生したらスライムだった件、PV 第1弾と先行カットが公開された、C、川上大輝、福瀬、講談社、ステンスラ制作。委員会、転生したらスライムだった件、は、小説投稿サイト、小説家になろう、で累計4億 PV、書籍がシリーズ累計450万部を突破した人気作品。2018年秋にテレビアニメが放送されることが決定している。サラリーマンの三上悟は通り魔に刺され死亡。ち、スライムとして異世界に転生された。リムルという新しいスライム人生を得て、様々な種族がうごめくこの世界に切り出された。彼は、種族問わず楽しく暮らせる国づくりを目指すことになる、というストーリーだ。監督は、アイス、を手掛けた菊池康人。また、アニメーションは同じく、アイス、や、山の巣、スメ、などを制作した8ビットが担当する。今回は主人公、リムルと、魔王の一人、ミリムの、声が聞ける PV 第1弾と先行カットが公開に。さらに、メインキャスト8人からのコメントが到着した。リムル役、岡崎美穂リムル役に決まったと聞いたときは、一瞬何が起こったのか頭が追いつかずびっくりしてしまいましたが、その後、すごく嬉しくてしばらくニヤニヤが止まりませんでした。主役ということもあり、緊張や責任感を感じることも多々ありますが、それ以上に素敵な経験をさせてもらえていることが何よりも幸せです。